マジで、マジで付き合うのやめな、この子と。影響受けちゃった。アメッチの失敗話がおかしくって、笑っちゃいました。今現在進行形で失敗してるぞ。何この絵、みんなこの景色見てたの今ずっと。あ、ミシンだ。ちょっとまた2チームに作ってもらおう。頼む。あ、いい、そういうのよ、そういうの。よし、いいよ、そういうやつ、そういうやつ。あ、いい。お、これはもしかして、あ、意外と安いんだ。じゃああげよう。買えばいいもんな。どこも借金返しに行ってる。パイロットセット。よかったね。かっこいい服着れて。あ、めちゃくちゃ似合うやん。気に入れや。そろそろじゃあ人間作ろうかな。マジで、マジで付き合うのやめな、この子と。影響受けちゃった。ちょっと親としてどうすればいいんだろうな、こういう関係性って。でも、あの子と付き合うのやめなよとか言ってくる親やだよね、子供からしたらね。過干渉だよね。見たくなる気持ちすげえわかるな、これ。ちょっとこのことはどう、ちょっと考えた方がいいんじゃないってやっぱ言いたくなるね、こうやって見てるとね。ブーケちゃんと遊びなさい。ルイージ君はちょっと危ないから。多干渉じゃないよ。過干渉ね。じゃあ久しぶりに、人間作るんですけども、今回で50人目らしいの、ね、だから、記念すべきやつを作っていきたいなと思って、どこさまず挑戦してみて、でも無理だったらやめよう。なんか変な感じしたくないから。ちなみにどこさはメスなんですよね。どうよこれ。ちょっと頭の部分見ない、その頭の部分のどうにかしてこう見ないようにできないかな。紙でなんとかならんかな。あー、まあでも擬人化だからね。確かにこれ擬人化じゃないから違和感あるのであって、ちゃんと髪の毛をつければこういうことにすればいいんじゃないの。あ、めっちゃいいやん。めっちゃ似てきた。眉毛、眉毛変える？でもこれがめっちゃドコウサっぽいけどな。眉毛普通にしてみるか、じゃあ。眉毛ないんだよな、じゃあ、ドコウサ。あー、まあこれでもいいか。か、ちょっとキリッとしてる時の感じにして、これで、小さくして、そうだね、うさ耳変えばいいか。じゃあ、これでいきます。いや、いいと思う。で、背これぐらいで、結構ね、ぼってりしてたから、これぐらいしよう。ニックネーム、ドコウサ。ドコムスタムタム。血液型何だったんだろう。あれ、O とかかな。声。ドコムスタムタムです。あのさ、うさぎ飼ってる人、知ってると思うけど、うさぎって、なんか、ブッ、なんか、ブッ。なことしか言わないのよ。再現するとこうなっちゃうから。想像上のやつにさ、これにしよう。行動は、まあ、でもゆっくりだったんだよな。びっくりするとめちゃくちゃ速くなるから、ポテンシャルとしてはキビキビだと思うんだよね。
まあ、表現は結構ストレートだったね。嫌なもんは嫌。表情はもう、うさぎは超クールだからね。考え方はもう慎重。いや、どうだったかな。でもうちの子抱っこさせてくんないタイプだったから慎重だったんだろうね。はっきり言って個性的。これでいきましょう。土工さんの性格はドライ系自信家、バッサリ型、我が道を突っ走るタイプ、他人の言うことは気にせず何でも素早く行動するできるやつ。あ、これ結構合ってるかもしれん。何？土工無数チャンネル登録人口が50人に達しました。いや、ここまで来たね。島ではホテルも貸し切れていないなパーティーが催され、はしゃぎすぎやろ。飲み会でジャンプすることある？いや、立派な姉妹になったね。もう50人もキャラクリしたんだ。あれ、ちょっと待って、ハート出てない？ハート出てる。これ誰？ハムスケだ。プラレのハムスケだ。今のとこ君一回も成功してないけど誰？実はミカちゃんのことが好きで告白したいのですが。何この子。歌でお願いします。リカちゃんモテんな今日。いつもあなたも見ていたの。後ろの敵からじっとりと嘘つくな。明日からあなたの横顔を見られる男になりたいの。もっと早く言えよ。終わりです。どうでしょう。どうよ。ごめんなさい。なんか振られるシーンって何回見てもおもろいわ。こいつ慰めないからね、俺。ちょっとドコウサに会いに行こう。めっちゃ似てるやん。めっちゃ似てるやん。ドコウサは今天国にいるから天空スタイルにあげようかな。あ、いいじゃん。新しいインテリアもありがとうございます。いい感じの部屋ですね。大事にします。これからもともこれでも生きていくんや。別にそんな泣ける理由で言ったわけじゃないんだけど。あ、男子会開催してる。ここだけの話、変身するどんぐりとかあったら絶対買うね。俺は買うわ。絶対買う、買い占める。欲しい欲しい。それ最高。かっこいいじゃんこの服。最近水道水クエストっていうゲーム面白くてさ。やりて。いいな、やらせてよ。超実況してよ。あれ最高だよね。正直ギロちゃんにはかなわない気がするんだよね。あ、いろんな意味でね。確かにギロちゃんっていけてるよね。わかる、かっこいいよね。ギロちゃんは半端じゃないよね。半端じゃないよね。なんかターボ嫉妬してるやん。やっぱ自分が一番かっこよくないとね。ターボが一番、俺もそう思う。ナンバーワンはターボであってほしい。確かに歌ってどうやったら上手くなるの。誰が言うとんねん。めちゃくちゃうめえやん。人に教わったらカラオケ通ったらめっちゃうまいのに。練習あるのみ。誰が誰に言うとんねん。じゃあ作ろうかな。ちょっと待って、ドコムス何人？二人目？ロコムスとクリスチームの間に。おい、二人目よ。早えな、おい。第二子。いや、いいね。ですよね。マジかよ。今どんな感じなの？かけがえのない人だって。アンパネーゼ。いや、すごくない？二人目。早いよね。じゃあ、作りますか、もう一人。実はさっき50人目ドコウサにしたの、ほんとね、その場の思いつきだったんですよ。ほんとは作ろうとしてた人がいて、意外と村人、前作までの主人公アリなんじゃねと思って。また僕ですね、つまり。ちょっと村人だったら一瞬で作れんじゃないかなと思って村人作ってみます。
なんか違くね。あれなんか怖いんだけど。あれなんだこれ。なんか怖。なんだろうこの感じ。ボス、確かにボクくんが闇落ちしたみたいな感じだね。てかこれ繋げれんだこれ。なんかこれ、あ、これカエル作れるじゃん。わかったぞ。鼻、眉毛を一番小さくして一番近づけて、あー、まあなくはないんじゃねえのこれ。こんな感じかね。あ、似てんじゃない、ニックネーム村人だよね。あー、山田太郎。ノーマルな名前ってことね。確かにね。あ、でも認定ありそう。認定、なんていうの、標準的な名前興奮すんの俺だけ。エニックスとかさ、スクエニとかさ、ニンテンドーとかこういうなんか名前好きなんだよ俺。にがーい、にがーい、にがーい、甘い、にがーい、そこはかとなく苦い味だ。あー、あえてデフォルトの声あり。確かにそれいいかも。真ん中にしよっか。全部ノーマルこんな声なんだ。まあいいんじゃないこれで。じゃあ全部真ん中にしてみようか。この辺に全部真ん中行く男。コードはキビキビ気味、マイルド気味、表情豊か気味、考え方は楽観的気味で個性的気味にしよう。村人の性格は和み系、穏やか、まったり型、のんびりのびのびタイプ、急がず自分のペースで生きる、でも心配事も多かったりする。あー、まあ動物の森主人公としてはいいんじゃないの。あー、いや結構いい線いってるでしょこれ。村人です。マイペースですが、やや心配性な男です。いや、てか心配事って借金だから。動物の森シリーズの心配事は借金だから。いや、良かったと思うわ。どうしようかな。なんかさ、結局ルイージが一番人生楽しんでる感じあるよね。マリオどこ行った？ほら、マリオは忙しいんで仕事受けてるの。ほら、多分次の仕事の依頼来てるからね。セルフマネジメントなんだろうね。やっぱマリオちょっと疲れてる感じしてくるね、こうやって見るとね。マリオ今どんな感じなの？やっぱなんか、背負うものが多いから、周りとこういう関係を持たないようにしてるんだろうな。弟はああやってフラフラ遊んでるけど、マリオは冒険に出るし、やっぱね、その、いつね、死と隣り合わせの生活を送ってるから、なかなかやっぱ友達とかも作れないんだろうね、マリオくんはね。新しい飲み物が発売されると、とりあえず飲んでみたくなります。もうそれぐらいしか楽しいことないんだろうな。いや、あれだよ。場所変えようとかそういう問題じゃない。だってめちゃめちゃ真ん中住んでんだよ。隣ハムスケだからな。ハムスケ、男子に興味ないからな、最近。ミッチェルとハムスケ、ラムネ、オデ。こんな癖強いとこ入ってマリオ友達いないんだ。やめろ。僕の胸に飛び込んでおいで。なんかこれ除籍処分とかないのこれ、住民。この人除籍したいんだけど。新しい帽子が欲しいです。あ、ついに隠すのか。これって多分だけど、紙につけるよね。これ、あそこ紙ない人どこにつけるんだろう。アロンアルファでつけるのかな。お礼にこれもあげます。あ、変えてあげよっか。ちょっとニチーヌを可愛くしてあげよう。茶髪にしてあげるか。
あ、いいじゃん。ちょ、眉毛も。お、いいじゃん。ん、顔が濃いんだよな。顔。ハリウッド俳優みたいな。顔が濃いんだよな。これ可愛いと思う。これにしよう。俺の娘感が隠しきれんのよな。なんだろうこの気持ち。まあ嬉しさもあるんだけど、なごめんなって気持ちもちょっとあるな。なんかごめんな俺の俺でっていう気持ちもちょっとあるね。毎回毎回そんなにいつも会えないから一人で考えたら日もさっちもいかない現状で、まあいいかなんでそんなの部分めっちゃあやふやになりがちじゃない。で、まあいいかなんでそんなガガ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 ガそのどっちもとのその前の部分のぐちゃぐちゃになりがち、セロリあるある。